はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブからお届けしていきたいというふうに思うんですけども、今日はですね、いつものクラン対戦の解説ではなくて、ある検証をやっていきたいというふうに思います。それは、ユニコーンの回復量ですね。ユニコーンって、まあ、そもそも何かっていうと、もう、タンゴール14の方はね、もう、おなじみ深いと思います。こんな形で、各ヒーローに1体ずつ付けられるペットが準備されているわけなんですけども、その中で、ユニコーンというこれは毎秒77ヒーローの体力を回復しますよというユニットなわけなんですが、ですね、これが本当に77回復するのってところが今日の検証内容です。いや、77って書いてあるじゃないですかって思うでしょ。でも実はね、そういう、回復しない例が過去にあるんですね。私のね、プレイリストの中で、小ネタ検証系かな、検証系の検証まとめかなっていうそのプレイリストがあるんです。ここ見てもらうとですね、イーラの回復量検証をやった動画が残ってると思うんですが、詳しくはそちらをご参照してほしいんです。ヒーラーってですね、これ、ヒーロー回復量62ですよね、これね。なんで通常この、62の回復っていうのが、まあ、クイヒなんかした場合にはちゃんと、アーチャークイーンに効くはずなんですよ。で、これがかける5体いた場合には、まあ、イコール、310回復するっていうのが、まあ、理論上、ヒーラー5体つけた場合のクイヒの回復量なんですね。なんですが、実はね、これ310回復しないんですね。ヒーラーって、数を増やせば増やすほど、その増やした2体目、3体目、5体目のヒーラーそれぞれの、ヒーローに対する回復量が、下方修正受けていくんですよ。増えれば増えた、その増えた分だけ、62よりも下がっちゃうんですね、回復量が。で、まあ、それがいくつぐらいの数字になるのかっていうのは、まあ、その別の動画で、詳しく話してますんで、そっち見ていただきたいんですけども、じゃあね、ヒーラー5体、例えばつけた、クイヒエにさらにユニコーン加えた場合、さっき言った回復量77が、本当にちゃんと77回復するのって、これ分かんないですよね。そこを見ていきたいというのが今日の検証内容です。でですね、どんな風に検証するのかなっていうところですけども、こんな配置を準備いたしました。はい、こんな感じですね。クロスボウが3機並んでます。これ、タウンホール12の、レベルマックスのクロスボウになりますので、ですね、回復量、攻撃力っていうのは1個あたり155あります。なので、これが、これが、合計3体あるので、合計のダメージ量っていうのは、465ですよね。はい、これに対して、アーチャークイーン、ここにヒーラーを、5体つけて、で、アーチャークイーンをここに打っていきますね。クイーンを打っていきます。で、そこに、ユニコーンがいる場合と、ユニコーンとね、いる場合といない場合で、何秒間アーチャークイーンが持ちこたえるかっていうところから、ヒーラーとユニコーンがそれぞれアーチャークイーンを毎秒何歩回復させてんのっていう、そこを計算していくというね、方法を取っていきます。小難しく話しましたけども、まあ、結論はシンプルにお伝えしますので、今の過程、うんって思っても、まあ、聞き流してもらって構いません。一応ね、詳しく知りたい方向けに数字は書き込んでいきますけども、まあ、それだけですね。別に最後のところでちゃんと結論はわかります。ではね、早速行ってみましょうか。まずは、これ1本目。何秒で始まるかな ?24秒でアーチャークイーン出し始めましたね。リプレイ終了まで残り24秒、ここですね。これが24の時にアーチャークイーンを出し始めましたので、これが、何秒まで、アーチャークイーンが持ちこたえるかというところですね。見ていきましょう。スローク入った瞬間止めますね。5、4、3、はい、3秒ですね。ここで、アーチャークイーンクローク吐きましたね。ことは24-3なんで、アーチャークイーンは21秒間、まあ、持ちこたえたということになりますね。21秒です。で、となってくると、ダメージっていうのが、ね、さっき言ったように465毎秒食らうわけですよ。そうすると、この21秒間で受けたダメージの総量っていうのが、9765になるんですね。はい。で、この9765からアーチャークイーンの体力を引きます。これが総ダメージですね。ダルの、ダメージ。ダメージですね。で、アーチャークイーンの体力っていうのが、3565です。これね。
ね。そうするとこの差を出していくと6200になります。つまりこれがヒール量ですね、回復させた量になります。わかりますかね。6200が回復させた量です。でこの6200っていう数字は21秒間でじゃあどれだけの回復になったのかっていうのも見ていきたいんですけども、6200割ることの21をするんですね。そうすると毎秒回復された量っていうのが295、これが答えです。わかりますかね。一回全部消しますね。295、これが毎秒回復されたわけですよ。で、これをやったのが、ヒーラー ×5 プラスのユニコーンですね。で、こんなに回復したところですね。295。この数字、また後で出てきますね。ちょっと覚えておいてください。こんな感じで検証していきます。ではね、2本目の動画から少し、ペースを上げていきましょう。ちょっとね、今、計算の方法っていうのを、細かく説明しちゃったので、だいぶ、手間取っちゃいましたけども。で、次いきますね。これは、ヒーラー5体のみです。ユニコーンついてません。ユニコーンなし、ノーユニコーンで、ヒーラー5体の場合、今ちょっと見落としたな。今何秒だったかな。20秒ぐらいのところで出したと思うんですけどね。で、行くと4、3、2、2秒ですね。はい。20秒のところから出して、2秒のところで、アーチャークイーンがクロークを吐いたんで、合計で18秒ですね。かかってるということになります。ってことは、465×18 で、まあ、合計8370なんですね。ダメージ、総ダメージ量が。で、これ引くことのアーチャークイーンの体力をすると、3565をやると、回復した量っていうのが、4805ということになりますね。この4805っていうのが、18秒間に回復されてますので、そうすると、毎秒266回復されてるわけですね。はい。はい、ってなります。これなんですよ。わかりますかね。つまり、さっきの回復量、295っていうのが、これが、こちら、5プラスのユニコーン、ね、でこれ引くことの266、これはヒーラー5だけですね。はい、イコール29ですね。はい、これがユニコーンをつけた時の回復量です。衝撃じゃないですか。まあ分かっちゃったっちゃ分かってた人はいるかもしれないですよね。回復量なんか少ねえなって思っていた人だったり、まあ、ヒーラーが補正受けるんだからユニコーンも受けるよねっていう風に思っていたあの人も多数いると思うんですけども、29しかね、あのユニコーン回復してないんですね。まあちょっとその0コンマ何秒のところを計算できてないんで、まあ、それをちょっと上乗せしたとしても、おそらく35とか、まあ、それぐらいの回復量が、まあ、いいところだと思います、おそらく。で、この29っていうのは、ヒーラー、あとユニコーンの元々の回復量が77であることを考えると、38% なんですよ、全体の。こんだけしか回復させてないんですね。で、これがね、ちょっとね、分かったところで少し考えなきゃいけないのは、じゃあ、クイヒーにヒーラーをつけるのは、ありなのかなしなのかってところですよね。おそらくそれが一番実用的な、その、判断基準になってくると思うんですけど、これね、すごく難しいんですよ。じゃあ、ユニコーンを、ヒーラーにつけないんだ、クイヒーにつけないんだったら、誰につけるのって話なんですね。まあ、グランドウォーデンにつける。でも、グランドウォーデン、そのダメージ受けませんよね、通常ね。で、ロイヤルチャンピオンにつける。ロイヤルチャンピオンには、まあ、ラッシー君がいるので、中堅ラッシーがいるんで、彼がね、まあ、やっぱの、その、体力もあるし、根気力もあるから、ロイヤルチャンピオンのね、進行を結構サポートしてくれるんですよね。相性すごくいいんですよ。別にヒーラーである必要はないじゃないですよね。で、じゃあ、キング。まあ、キングはありですね。キングに、ヒーラーをつけて、役をアーチャークイーンにつける。というパターンはありですけども、これね、
食い火やる人はね、事故のねリスクがあるんですよ。あの薬をつけちゃうと薬がいらん壁を壊しちゃって、でクイーンが変な方向流れちゃうっていう事故が結構起こりやすいんですね。そうするとヒーラーがねついてたとしても、もうユニコーンクイーンしかないんじゃないのっていうケースもありえると思うんですね。なのであの今言ったようなその組み合わせっていうのを加味した上でも、やっぱりそのヒーラーは別、あ、ユニコーン別のやつにつけたいなっていう、まあおそらく選択肢としてはロイとあとキングがありえると思うんですけども、そっちにつけたいって思う場合には、まあすごくね有用なユニットなんで、この 38% の効果で終わらせるにはすごくもったいないですからね。あのペット全体の効率っていうのをあの最大化できる可能性はそっちの方がありますよね。もうそもそもヒーラーがついてるクイーンにつけたら、もう少なくともそこで、38% しか機能しないので、序盤はヒーラーが落ちる前に、しかもまあ大体ユニコーンの方が先に落ちるんで、ヒーラーよりも大抵は、なのでそこまでの仕事になっちゃうっていうのがちょっともったいないっちゃもったいないですね。あの意識してみてもらえるポイントはそこかなというふうに思います。で、もう一個ね、ちょっとね、検証してみたいなと思って、やったんですけど。今ね、ユニコーンとヒーラーを、まあ、ヒーラー5点の場合で検証しましたけども、じゃあ、そもそも、ヒーラープラスユニコーンっていうのが、これね、ヒーラープラスユニコーンがヒーラー6体の場合と比べてどうなのってところをちょっと見てみようと思ってます。で、今ですね、ヒーラーを出して21秒から、アーチャークイーン出しましたね。で、ここから見ていきます。で要するに、ヒーラープラスユニコーン、ヒーラー5プラスユニコーンで耐えた21秒間っていうのを、このね、アーチャークイーンの、ヒーラー6体が上回ってくれるかどうかっていうところがポイントだと思うんですけども、はい、ここ、2秒ですね。19秒です。21-2で19秒。なので、ユニコーンをつけた方が、21秒だから、まあ、2秒分ですね、回復たくさんしてくれました。まあ、つまりヒーラー6体にしちゃうと、ヒーラー5体の場合と比べて1秒間ぐらいしかマーチャークイーン延命してくれないんですね。なので、ヒーラーをつけるよりはユニコーンをつけた方が回復する。5体と6体の話ですよ。ヒーラー5体とヒーラー6体にするところで考えるんであれば、ユニコーンの方が6体目のヒーラーの代わりに、入れた方が仕事はしてくれるってとこですね。なので、ヒーラーよりは有能。だけども、やっぱり補正受けちゃうんで、100% の効果を発揮するためには、ヒーラーがいない状態でヒーローにつくというのがベストのユニコーンの使い方になってくるというところですね。悩ましいですね。検証してみたはいいんですけどもね、ここから先、どんな風に、じゃこの結果を生かして戦術に組み込んでいくのかってところがね、まあ、なかなか悩ましいところでして、ユニコーンね、77の回復ってね、結構すごいんですよ。まあ、さっき言った秒間29の回復だって、まあ、これもバカにならないんですよね。10秒間で290回復するわけなんで、そこそこいい仕事ではあるんですけども、77だったら10秒間で770回復しますからね。だいぶでかいですよね。だからもしかしたらね、ラッシー火力の低いところをロイちゃん歩かせるんであれば、ラッシー一択じゃなくて、ロイちゃんプラスユニコーンっていう使い方をして低火力帯でロイちゃん伸ばすっていうのは結構理にかなってるかもしれないね。でその場合ラッシーをアーチャークイーンにつけることによって、クイーンのね、序盤のダメージっていうのもラッシーが吸ってくれるんで、ダメージ軽減になりますよね。まあ、その辺の効果っていうのを、期待しながら、クイヒーにラッシーで、ロイちゃんにユニコーンっていうパターンは、もしかしたら結構、理屈上ありかなっていう気もしますね。ヤクにね、ロイちゃんは合わないんで、やっぱキングとヤクの組み合わせは結構鉄板なんですよね。もうタンクというかその HP タンクですよね。もう高 HP でゴリゴリやってくれるこのユニットの組み、すごく有用なんで、まあ、ロイちゃんと入れ替える、まあ、ラッシーが、まあ、ロイちゃん定番ですけど、そこと入れ替えてあげるっていうのが、まあ、選択肢かなっていうね。参考になれば幸いでございますが、どうですかね、結構衝撃的な数字だった方も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、これがユニコーンの生のですね、回復量のデータでした。まあ、多少の誤差はあると思いますけども、傾向としてはそういうことがあるということをね、知っておいてもらえたらというふうに思いますし、まあ、さっき言ったようなパターンで、それを戦術にどう組み込むか、ぜひね、皆さんの方でも試行錯誤してもらって、いい、やり方があったら、ぜひ、コメント欄でね、教えてみてもらえると、すごく嬉しい。
はい、というところでですね、本日はユニコーンの回復量検証をやってまいりました。いかがでしたでしょうか。こんな感じのね、動画もちょっと交えながらも、基本は、クラン対戦のアタックの解説を中心にこのチャンネルやっております。皆さんのね、星さんを取るためのアドバイスになるような、ポイントをお伝えできたらというふうに思っておりますので、タウンホール12から14幅広くやっております。ぜひ今後もご視聴いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いします。また、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いいたします。とても喜びますのでお願いします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。